お元気ですか？スタジオ羽根です。水彩で姫リンゴ描いていこうかと思います。元の絵はこんな感じ。まずは構図の方を決めていきましょう。僕の動画では簡単に描ける1時間ほどの練習を目的に動画を作っています。3分割構図、4分割構図、それぞれ2パターンずつ試していきたいなと思います。まずこの交点になるところに姫リンゴ配置したパターン、この交点のところ取っ手の部分に差し掛かるので、そこをしっかりこう強くしてるような感じですね。 S キースなのでそこまで書き込む必要ないかなと思います。この交点のところどうしよう、ここで床もらっときましょうか。これまず1案ですね。1つ目の案、空間を大きくできたらなと思います。今度こっちに引っ掛けてみましょうか。枝みたいなのもありますね。だいぶちっちゃくなりましたね。だったらこっちの方がいいのかな。4分割構図で同じことをやってみようかなと思います。水平ではあると思うのであまり動きを作ることができない。黄金秘訣、黄金比率だとここですね。4分割構図よりも黄金比率でいけたら面白いんかな。いやーでもカゴの方向が違うからあんまり効かないですね。上の方まで持ってきましたね。だいぶこれ周り気持ちよくないかな。この方に木とかが立ってるのでそれを描いてみました。これは下の方で安定させてます。4分割構図でこれ上の方ですね。これ一番落ち着いて見えるな。主役がここっていう感じしますね。これは全体が主役、これとこれが主役、これはなんかこのテーブルが主役な感じがします。これはなんか崩壊しちゃった感じがしますね。あーこうこう、テーブルそこまで主張してほしくないから、この子主体にするか全体主体にするか、お好みっていうとこですね。こっちにします。はい、作戦会議です。題材普通すぎた。姫リンゴ完成のイメージ、完成イメージを事前に決めておくことで迷いなく作業が進みます。こんな感じの絵を描きたいなというところからで大丈夫です。形を正確に描くか印象的に描いていくか、まあ今回真ん中とあたりで。明暗、明るいところちゃんと明るくするか、暗いところちゃんと暗くするか、これも印象的にするか正確にするか。右に行けば印象的、左に寄れば正確に、リアリズム、これも大体真ん中とあたり。明るさの次はサイド、鮮やかさですね。色はどのようにしましょう。これもちょっとデフォルメ寄りでいいかなと思います。さらに1時間ぐらいの練習をおすすめしております。あまり根を詰めて描かないで楽しく練習いたしましょう。道具、画材、今回は少しスクラッチカード使うのとぐらいですね。はい、風邪ひいとるな。ちょっとノスタルジックな画面になったら面白いかなと思うので汚しながらやってます。マックスの白なしでいきます。次に網を一気に描いていきたいので削る道具の用意だけしています。
形が少しはみ出るぐらいにして動いてる感じにしときましょう。なんとなくその方がいいかなと今回の場合は思いました。落ち葉がいろいろ落ちてるので2色ぐらい攻め立てることができたらいいのかなと思います。なんかあるかなぐらいのぼんやりとした感じでいいと思います。木でできた早速レだったテーブルなので落色で、あまりやりすぎると透視図法がきつくなっていってしまうのでそれぐらいにしときます。ムラムラな感じがいいですね。色味感じるエネルギー入れておきましょうか。おへそ、木の枝と葉っぱが置いてありますのでそれも描いておきましょう。あとここら辺にもちっちゃい枝を置いておきましょう。ちょっと飛ばして、はい、こんな感じです。構図通り3分割構図で上の方に持ってきました。ちょっと最初の想定よりもちょっとだけちっちゃくしときました。で、口ですね、3分割のところにこの3つの方が交点にちょうど入ってくるように、考えて描きました。色は楽しく自由に、形ある程度です、明度もある程度、いかがだったでしょうか。こんな感じで構図意識して完成予想こんな感じに持っていく意識して描くと1時間ぐらいで楽しい練習ができます。ご視聴ありがとうございました。自分ごとではありますが個展の方を開催させていただきました。展示会場に行くために電車に乗って駅に降り立ちますといろんな自動販売機があってびっくりしました。今はこんなものまで自動販売機で売ってるんですね。絵の方はおかげさまでたくさんの人に見てもらうことができてご縁もたくさんいただきました。百貨店での展示はこれからも更新のいい手本になるように行っていきたいと思います。Super, super, 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 super